大分県天群の一海部軍は、大分県にあった軍。おおむね現在の下季の区域にあたる。天平十二年頃までに成立したとされる、文語国風土記において、文語国の八つの軍の一つとして、海部軍が挙げられている。風土記の海部軍の上には、この軍の百姓は、南海辺の白水楼なり、よりで海部の軍という、と記されており、海部軍の名は、 解人が多く住んでいたことにちなんで付けられたとされる。また、上平年間に成立した和名類受賞には、海部軍に、スケカ、ホモン、サイ、ニュー、ヒタ、ザイデン、岩ヒラケ、イワイイの住居があったと記されているが、実際には、スケカ、ホモン、サイ、ニューの4号が、海部軍に属し、他は、北郡軍に属していたと考えられている。このうち、 スケカ、サイは、現在の大分市の東部にあたり、入号は、大分市東部から、臼杵市にかけての地域、保門橋は、臼杵市、つくみ市から、佐伯市に及ぶ広大な地域であったとされる。式内社、演技式神明庁に記される軍内の式内社。臼杵藩佐伯藩が藩庁を置き、熊本藩が領地を有していた。また旧佐伯藩領の一部が天領となっていた。 ありがとうございます。